フルーツ電池の、まあ、代表格で、まあ、レモン電池ですね、電極はマグネシウムリボンと銅板です、ね。まあ、こういったの形の銅板を使っても構わないんですけど、こう差し込みやすいのでこうちょっとこう尖ってますけど、これを使ってやりたいと思います。あと電気が流れたかどうかの確認はこちらに LED ですね、それから、まあ、低電圧で作動する、電子オルゴールです、操作は簡単です。まず、正極になる銅板ですね。で、近いところにあまり近すぎるとくっついちゃうんですけど、この尖った部分ですね、切れ目を入れてこちらにマグネシウムリボンを差し込むことにします。くっついちゃうといけないんですけどね、まあ、近い方がより 大きな、まあ、あの電圧が高くなるのでね、こういう配置になります。本当は理想を言うと、あのこれ半分に切ってセルを2つに分けるんですけど、いろいろ汚れやすいってこともあるし、手間の関係、同じレモンに2箇所ですね、まあ、2セル分ですね、電池を作るやり方にしたいと思います。結構汁がこぼれて、あのこので電子部品がですね、ちょっとこう汚れたりなんかしやすいもんですから、まあ、こういう方法を取ります。でまずマグネシウムリボンの方が負極になって、銅板の方が正極になりますね。でこちらの方が LED はあの極性があるので、事前に極性を確認しておくんですけども、こちら銅板の方でもうすでにこのレモンはあのクエン酸強いもんですから、電離度が強いので、もうこうシュワシュワ発泡が見られますね。とこれにこれで2セル分ですね。はい、LED が光りました。ちょっと電気を消して部屋を暗くしたんで見えやすくなったかなと思ったんですけど、光って見えますか？だいぶ暗くしたので光ってるのが見えるかなと思うんですけど、こんな感じですね。まあ、完全に半分に分けたわけじゃないので、厳密には2セル分とは言えないんですけども、まあ、LED、まあ、2V ぐらいで光る LED ですけど、一応光ってるのが確認できますね。LED 光るの分かったので、次は電子オルゴールですね。ちょっと音痴ですけど、電圧低いと音痴になっちゃうんですけど、一応ハッピーバースデーのメロディーは流れているようです。差し方を少し変えて面積が広がるようにすると、やっぱちょっと音痴ですけどね、一応電気が流れてるってことは分かります。はい、解体するときはこのレモンの汁があちこちつかないように、こう濡れた雑巾をちょっと用意しておいて、改めてまたですね、あのより完全に洗浄するといいと思います。